あ、開いた。ことことビーツ始まりました。今日はスーツ姿でちょっとご登場ということで、はい、MC はことこと犬行くんで、なんかちょっとスーツでちょっと堅苦しいですね。いや、そんなことないです、大丈夫です。初ミュージックスタジオ石田です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日のゲスト2人、はい、自己紹介よろしく、はいはい、ゲストね。はい、はい、サンシャワーサプライズの抹茶祖です。よろしくお願いします。サンシャワーサプライズの塚田光介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マイクめっちゃ喋りにくそうやん。今気づいた。いや、いけるいける、任せて任せて、はいはい、なんかいけるんですか。いやいや、とりあえずはい、なんだこのじゃあ、このマイク、まあ、いいですね、喋ってください。僕マイクのこの処理するんで、ね、マイクが短いの、線が。いやいや、まあ、毎週のことですけど、まあ、1週間振り返りをはい、どうぞ。なんか、はい、石田さんが横で踊ってるけどあ、いけたいけた、あ、いけました、はい、1週間振り返りですね。はい、まあ、ね、ことことビーズで何回も告知を集まったんですけど、はい、はいはいはい、この間、土曜日ですかね、はい、イトーヨーカドー奈良店で、はい、リアズ奈良コレクション、あ、はい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 、はい、リアズチャンネルを上げてのファッションショーを、はい、うん、してきまして、はい、私も音響で頑張ってきました。あ、マジですか、はい、あれはどうでした、イベント的に。僕ちょっと見に行けなかったんで。いや、もう結構ね、やっぱりはい、まあ、2回目、今回2回目だったんですけど、はいはいはい、まあ、子供、キッズモデルをね、はい、一般で募集をして、はい、出てもらったんですけど、はいはいはい、結構ね、当日蓋開けるまでね、結構どれぐらい子供が来るのか、いつも、あー、わかんないですもんね。前回もそうなんですけど、ちょっとすごい心配で、はい、でもおかげさまで、はい、結構20人近く、20人、うん、予定がだいたい、だいたい10着を、はい、まあ、そういう各店舗からまあ、提供してもらうんで、大体10人ぐらいで考えてて、はあはあはあ、いつもそれ、まあね、今回もオーバーっていうか、はい、人数オーバーできて、はい、で、まあ、うまいこと提供に行きまして行きまして、はい、なるほど、はい、で、そうですね、ファッションショーと、あとはあれですね、このことことビーズでゲストで、はい、まあ、出てもらった平田裕也君と、あ、平田裕也君 ね、重田すみれちゃん、はいはい、ライブもありましてね、まあ、平田裕也君はね、毎度こう高校生の女の子人気で、なんかえらい囲まれてる写真アップされてましたよね。あ、アップされてたでしょ、はい、サイン書いてたでしょ、はいはいはい、でしょ、ね、すごいですね、なんかね、もう相変わらずですわ、モテモテっすよね、モテモテっすよ ね何ですよ、うん、ああ楽しいっすわ、大先輩やもんな、はい、そうですね、大先輩です、ほんまに、ね、まあ、サンシャワーもね、モテモテで、いやいや、僕らもね、ゆうやさんには負けますよね、うん、それはね、勝てません、はい、勝てません、勝てません、勝てません、いや、勝ってください、いやいや、もう、いずれかはね、今日、犬井さん、僕ちょっと思ったんですけど、今日 iPad ないんですね、iPad ないですね、ね、ごめんなさいね、いやいや、全然いいんですけど、違うんですよ、普通にコメントを見ようと思ったけど、あ、見れへんわ思ったけど、 iPad で、iPhone で、そちらで見てください、そしたらもうそれでいいんで、 iPhone で、いや、iPhone じゃなくてそれで見てください、これでいきます、はい、なんか変な感じで出てる、ほんで、そのあれはどうやったんですか、イベント自体は、イベント自体、ちょっと待ってくださいね、はい、なんか何開いてんのこれ、あ、よかった、よし、今日はちょっとコメント、イベント自体、はい、イベント自体盛り上がりですよ、もう大盛り上がりで、もう奈良市も、ああ、はいはいはい、でも子供たちにもみくしゃにされてましたね、あ、奈良市ですか、うん、奈良市が、マジっすか、うん、モデルに囲まれ、子供に囲まれ、うん、ハーレムっす ね、 ね、ハーレム、奈良市やったことあんの、奈良市まだないっすね、あ、ないんか、見たこともないっす、これね、俺も会ったこともない、可愛いっすよね、ね、これね、
しげとしみりちゃんですよ ね。そう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 、よう覚えてんな。はい。ちょっとコメントを見ようと思って。いや、ほんでそのイベントの話をちょっととりあえずしてもらっていいですか。いや、どんな感じで盛り上がったんかってこう分かりやすく。まあですよね、結局、うん、なんかこう、まあ、ファッションショーって言ったら、はいはい、どっちかというとその例えばまあ大型のね、はいはい、東京ガールズコレクションとか、はい、いろんな、まあ、パリコレとか、はいはいはい、いろいろあるんですけど、えらいのと比べますね。まああるんですけど、はい、規模がね。このイベントの趣旨自体がね、はいはいはい、どっちか言ったらそういうなんだろう、こう、まあ、ファッションでも、はい、こうリアルクローズって言って、はい、普段着のファッションで、はい、こうファ、まあ、ショッピングモールみたいな、こう、あ、普通の生活空間の中でこう、はい、どういう、まあ着こなしっていうか、あ、提供、ね、はい、できるかっていうのが、まあ、コンセプトだったんで、はい、結構ね、一般客、まあ、の方が来て、やっぱりそのなんだろう、こうモデルの人がね、はい、来てるからすぐにそこで店舗で買えるっていうので、はははは、うん、やっぱりそういう買われた方もそのやっぱりその後、はい、店に行かれたりとか、そういう人がね、なるほどね、あ、そのファッション見て、そうそうそう、だから結構なんだろう、こう遠目に、はい、なんだろう、まあ、お客さん、まあ、もちろんお客さんなんだけど、うん、なんかどっちかってこう、まあ、もうもちろんキッズモデルも一般募集なんで、どっちか参加型のこうファッションショーみたいな感じで、お客さんも一体になってこう盛り上がれた感じかなと思うんですよね、はいはいはい、そういう意味では、ね、どうも、はい、やばいやばいですね。ちょっと携帯落としました。やばいですね。やばいです。もうこれはもう僕の宝物です。このファッションショー。はい。ライドオンの服着させてもらって。はいはい。そんなまた次もやると思うけど。どう、三者は。もう次もう8月。次はいつですか。僕らライドオンの服。8月23日やって次。決まってるんで。まあ、決まってるんですね。決まってるんで。はいはいはい。その時ぜひ三者は。僕らもこれからアコースティックもやろうと思ってるんで。はい、出たいなと、はい、ライトオンさんが衣装提供して、あ、そうですね、もうそういう衣装もね、ね、させてもらえるんやったら、ライトオンの服を着てライブするってことですか。そういうことです、その服ってやっぱ返さないといけないですか。もう返す。あ、そうなんですか。お借りするだけ。それってどんだけでも汗かいてももう返すんですか。あ、返す。あ、そうなんですか、ね、でもそれってもう売れないですもんね。うん、売れへんもんな。どうしはるんですか。売れる日が、それは店側が考えてる。まあまあまあ、そうですよね。そうだな。でも平田君もね、上だけ借りてたから、あ、ジャケットっていうか、シャツだから T シャツの上に白シャツ着て、うん、シャツを羽織るような感じだった。ミリちゃんも借りてたんですよね。ミリちゃんも借りるはずだったんですけど、はいはいはい、なんか借りなかったみたいな、あの子は。なぜか知らないけど、借りてきやって、なんか忙しそうだったんですとか、店の人。ああ、なるほどね、うん、いや、店に言ったのから借りてきやって言ったの。なんで何回も言ってますか。、ね、いやいやいや、ますね、気付けば3回ぐらいやってましたね、うん、ね、なんか、ね、どこが一番盛り上がりました、イベント的に。イベント的に、まあ、客層にもよるんですけども、はいはいはい、なんかでも、平田雄也君のステージはやっぱりね、学生とかも見に来てたんで、で、やっぱりそういう意味では結構盛り上がってたと。はいはいはい、はい、うん、あとはやっぱりメインどころでやっぱファッションショーはやっぱ子供がね、はい、出るんで、やっぱ親御さんが、あー、そっか、うん、見に来るんで、うん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 、まあだからそのライブとは全然客層は違うんですけど、はい、うん、客入りはやっぱりその辺がやっぱ多いかな。あー、あったんですね、うん、なるほど。はい、ほんで次、ね、まっちゃんは1週間どんな感じだった。あ、もうこの1週間も地獄でしたよね。何やの地獄。いやいやいや、そもそもなんか4月26日に豊岡堂でイベントありましたけど、まあ4月26日はサンシャワーとラビッツプランの企画でもあって、そうですよね、イコマレオゲートで同じ日にやってたんでね。そうですよね。そちらもなかなか。どうだった盛り上がりは。いや、もうめっちゃ僕的には大成功ですかね。お客さんも思った以上に入ってくれて、いや、楽しかったね。楽しかったっす。見に行けなくて。いえいえいえ、いや、本当に。あの後、片付け終わって6時ぐらいに出て。ああ、大変っす。もうそのぐらいやったら出番ぐらいなんでね。
高校生主体やったんで昼間にやってたんで。誰かいい高校生バンドおった？いや、リックラックが良かったんすね。リックラック、リックラックがね。おー、リックラックは今何歳？平均年齢17歳、ガールズロックバンドなんですけど17歳。そうなんですよ、ドラムが19歳で、僕らの2個下で、それ以外のコーラが高校2年生で、で、あの10大白書っていうイベントで、ビッグキャットで行われてたイベントで、おー、2位やったんですよ、準優勝で。へぇ、すごいですね。で、今なんかもうすごい、パッといきそうなバンドランキング第1位ぐらいですね。あ、マジで勢いがね、素晴らしい。そういうライブはね、ラビッツプラントがサンシャインの共同企画。そうっすね、もともとはなんか一緒に奈良の同世代でやりたいなっていう感じで始めたイベントなんですけど、なんかいいっすよね、そういうつながりが、なんかアーティスト同士のね。そうですね、まあでも二人さん、もうちょっとだけマイク上げましょうか。はい、これはこっちか、こっちだ。まあ、ひ言わんで、普通に喋ってくれなんか癖、癖なんですよね、これ、はい、割とも、ほんで、まあまあ、つかちゃん、まあまあまあ、つかちゃんは1週間振り返って、でも、まっちゃんと一緒っすね、ほぼ一緒やんな僕らも、僕らもって、僕もに、うん、その企画で、つかちゃん的には、どこのバンドが一番良かった？サムピンクゾウさんっていう、おー、うん、トップバッター、トップバッターの、うん、ほん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 、高校生、高校2年生とか、うん、高校2年生のバンドが初めてライブ、添上高校のね、高校2年生と高校3年生が混じってるバンドなんですけど、添上って言ったら軽音部あるもんな、確か。そうなんですよ、なんかレスリング部に部室を取られたとか取り返したとか、そんな話言ってた言ってた、そんな戦いあるんや。そうなんですよ、やっぱりスポーツ校なんでね。うん、でもなんか新入生1年生が10人ぐらい入ってくれて、今全体的に軽音部が16人ぐらいになって、16人、そうですね、すごい喜んでましたね。軽音部ってでもなあ、人気あんのかな、どうなんやろ なんですか、ね、今このバンド的に、うーん、なんかでも今年結構あれじゃないですか、なんかハーツもなんかフェイスブック見てても、はいはいはい、高校生のバンドイラク、まあ今は集中してるのかもわかんないですけど、はい、うん、なんかもう盛り上がって雰囲気がありますけどね、その勢いが。あー、それはどうやったん、高校生イベントやってみて、つかちゃん。どうなんですかね、どうなんですかね、どうなんですかね。え、でもなんかなんか感じてくださいよ、うん、めっちゃ盛り上がってましたよ、ほんまに。何すかね、何て言ったらいいか分かんないですけど、なんかどのバンドでも僕らとか関係なく他のバンドの人たちでもみんな盛り上がってて楽しそうにしてたんで、やっぱね、やってよかったなとは思いましたけどね、ほんまに。あれは今後もやっていくの、高校生イベントは？やりたいなとは思ってますね。またいろんな高校発掘せなあかんな、はい、そうっすね、やっぱりなあ、ガンガン頑張っていかんと、何回も続けていかないと ね、意味がないというか、単発でやるよ ね、 そのためのイベントなんでね、うん、やっぱイベントは続けないと ね、 ね、やっぱりこう答えて入ってこないと思うんで ね、 うね、やっぱりこう、ね、サンシャンもこれからやっぱりそういう若いっていうか、高校生とかを引っ張って、最近ね、やっていって、そうっすね、上をね、目指していかない、なんかめっちゃ真面目にね、喋ってますね。そうですね、いいですよね。もっとなんかちょけた方がいいんすかね。別に真面目でいいよ。でもなんか2人のテンションちょっと低い理由俺ちょっとわかるしや。え、言おうか、あれやったら。いやいやいや、ちょっと待ってください。なんで？何？いや、じゃあもう僕そうなんで喋ります。うん、オッケーオッケー。そのね、そのライブがあってね、その打ち上げがあったんですよ。打ち上げあって、うん、でそこにその4月26日、稲井さんの企画出てはった平田裕也くん来てはったん、来てくれはって、来てはった、来てはってで、ライブも見てくれはって、うん、で、打ち上げも残ってくれはって、おー、うん、ほいほい、で、まあ、お酒はなかったんですけど、うん、まあ、とりあえずなんかゲームしようって言い出しはって、うん、で、あっち向いてほいで負けた方がまつげ抜くっていう、ね、そのなんか、まつげ抜くことなんみたいな言い張って、
でも僕まつげ抜け抜くぞみたいに言われて、うん、なんかもうずっと地味にこうやってこう優雅にやられて、優雅さんずっとお前目閉じろっつって怖くないからもう早くっつってずっと言われてて、うん、まつげ抜けへんやんけって言って終わりました。そんな感じです。まちゃんどうしてくれんねこれ。いやいやもうやばいでしょやばすぎでしょメンバーのトークやフォローせえ。まあでもなんか優雅さんがこう塚田によくかまってるシーンを目撃しますけど、うん、やっぱり可愛がられてる感はありますよね。なんか打ち上げの時いつも塚ちゃん、そうですね。そうなんですよ。めっちゃ狙われてる。ターゲットなんやかんやでも可愛がられてる感はね。なんかいじられキャラ。そうですね。ですかね。まあお酒入ったら飲めって言われるんで僕。まあ何してんねん飲めって言われるんで、すいませんって言って飲むんですけど、そんな感じですねいつも。まあ仲良しやな。可愛がってもらってます。えこっちゃん。はい。どうすんの？どうすんの？どうすんの？どうしよう？どうしよう？何がどうするってなんすか？いやいやいや、やっぱりでもね、あれですよね自分の空気に持っていきますね。どういう風にしてるんですか？どうしようってどういうことですか？あと話を。いや、話なんていくらでもあるじゃないですか。何もそれ詰まったら終わりでしょ、もう。どうすね。いやいやいや、まだ僕1週間振り返ってないですけど。あ、なるほど。でも石田さんいつもスタジオの話だもんね。いやいや、今回はな。あ、ありましたありました。そう、何かあった、何あった。土日金土木金ですね。木金と手塚山学園の学園祭にちょっと遊びに行ってて、もうそこでまあいつも普段こうスタジオで練習してる子たちの演奏を見させてもらって、でもまあまあシャイニーっていうバンドいるんですけど、そいつらに関してはまあバンドより踊りの方が良かったかなって言って、まあ、踊りダンスもあるんですよ。はい、それでこう、バンドなのにダンス、バンドのステージとダンスのステージ、うん、対面であるんですよ。はい、それでそれが交互に行われるんですよ。ただバンドのステージって一バンドも1曲か2曲なんですよ。だそういうので、まあまあ庶民、まあ、物足り品感はありましたけど、はい、でもそれでもこうまあ、そういう現場に遊びに行けてすごく楽しかったですね。はい、今のコーラはみんなまだ今でもモンパチの小さな恋の歌とか、そういうのコピーしてるんだ。コピーですね。あなたに、あの曲、あなたにと、あと AKB もあれ何だっけ、ヘビーローテーションとか、ね、あ、ヘビーローテーションとか X ジャパンしてる人もいますね。 X ジャパン、そう、ガールズバンドで、X ジャパンのどの曲？もう普通にくれない。くれない？くれないと X。くれないですね。はい。なんかめっちゃ懐かしいですよね。そうですよね。俺高校生の時やっ、ね、あ、乾さん世代の歌っすか？だから高校の時にだからボーイか、うん、X か、DM ネットワークかみたいな感じとかね。あ、ユニコーンとかもやってた時あった。ああ。ユニコーンとか知ってる？知ってます知ってます。奥田民生の、そうですね。最近復活しましたよね。確か。知ってます知ってます。あれが大体中学ぐらいかな。なんかみんなでユニコーンの大迷惑とかね。知らない曲。知らない。知らない。あ、石田君も知らないですね。知らん。石田君のもちょっと上ですか？ユニコーン世代は。乾さん真っ只中ですか？ユニコーン。中学。俺が中学の時はあのちょうどグレイとかラルクとかあの辺は。ああ、なるほど。うん。なんかもうそんな辺だったら私も高校卒業してるかな。専門学校。あ、専門学校。リバプールとかですか？いやいや、東京の。ああ。どうした？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 何や？楽しいっすわ。でもそうそう、でも手塚山のコーラ、まあまあ、バンド演奏もね、普段まあ練習量もまあしょっちゅうできないんで、あのコーラは進学校やし、まあもう本番前にちょっと入るだけなんで、まああれでしたけど、まあまあ普通にみんな良かったですよ。な、まっちゃん。でもなんかね、いや良かったっすよ。まっちゃんもめっちゃノリノリでジャンプして、いやいや違いますよ、ほんまに悪い男っすよ、もう石田くんは。そんなんしてたんすごい集団の中に、まっちゃん入れって言って、ほんでみんな肩組んでいろいろ乗ってるんですけど、それにまっちゃんも入れって言って、で後ろからシャメ取ってるんですよ。もう悪い人っすわ。いやいや、やっぱこう一体感大事なんでね。まあそうっすね。
あでもあれですよね、なんかこう昔の曲とかでも今でもこうやってるっていうのが、いやー、レックスジャパンはほんとびっくりしましたね。うん、なんかこうやっぱり日本のなんかバンドブームっていうか、うん、ボーイとか X とかあの辺がやっぱりね、そうですね、なんか嬉しい、うん、なんか懐かしいような兄さん全然マイク入ってないですよ。そうっすよね。なんでやろ、いや、あのマイクちゃんと捉えてないんですわ、はい、捉えてないって、はい、うん、ということで、あ、はい、あともう一個サンシャワー的なニュースが一個あって、サンシャワーがその企画した日かな、うん、企画した日の夜の9時に、はい、新しい PV を、はいはい、公開しました、公開したということで、はい、あれはいつ頃撮影したやつな、あれね、3月1日なんですよ。おお、撮影日は、はい、あ、そうやったな。なんで今なんかもう強欲になってるの。そうやったわ、うん、僕あの日寝坊したからな。あ、そうなんや。僕2日目の日に、2日にわたって撮影やって、そうそうそう、結構大変でしたよね、朝早くから。その2日とも朝早かったん。1日目撮った日に、うん、雨やってな、レコーディングみたいなのしたんだよ、次の、うん、その日で、あ、あ、せや、雨 で、 途中で流れて、レコーディングもやし、雨やったし、みたいな感じで、全然撮影できんくて、暗くなってしまったらもう終わりなんで、うん、夜の撮影は無理なんで、うん、みたいな感じで、うん、朝早くから夕方までみたいな感じで、うん、そうなんですよ。あれは、奈良市内場所は。そうっすね、奈良町になるんかな、あれは。あ、奈良町なんや。え、違う、あの春日自動車学校の近くの、京畑のとこっす。あ、京畑駅の近くっす、のホトビルっていうなんかゲス、はい、女性専用ゲストハウスを貸してもらって、へ、うんうん、そうです。そうですね、あの奈良町ってちょっと誤差ってタイムラグで聞こえてくるな。はい、どっから聞こえてるんだろう、それの、はい、違うもん、どっからじゃないの。ほんでその撮影の時はみんなどんな感じだったん？こう、いろんなキャラ付けもあって、うん、そうですね、なあ、 ありましたね。俺ももう PV 見たけど、まっちゃんはお父さん役で、うん、そうですね、マイファミリーっていう歌なんで、うんうんうん、まあそれぞれ、うん、塚田が、まあ、本人主人公で、僕が お父さん役で、うんうんうん、お兄さんが、うん、おばちゃん役で、うん、で、ワッキーが弟用役みたいな感じで、それぞれキャラがあってね、うん、はい、あれはどういう風なあの決め方したん、役の。なんなんすかね、気ついたら決まってましたけどね、うん、もうほんならお兄ちゃんサプライズさんがバーってイメージしてて決めたなって感じ、うん、そうですね、うん、もうまっちゃんはお父さんっぽいわみたいな、うんうん、ワッキーはもう可愛いからみたいな感じで、うん、なんであいつおかんやな、ほんならおかしいやん、もうゴリゴリやったんや、ね、あのゴリゴリっすね、ゴリゴリっすよ、ほんまで、なんか、なんていうんですか、あのストッキングっていうんですか、うん、あれ何やったっけ、パンスト、パンスト買ってきてって言われて、いろいろ材料を買いに行ったんですけど、もう、張り裂けそうやったよな。いや、もうすぐ破けてなかった。やばい、入った瞬間に着替えて入った瞬間、もう破れたって言って、もう、うん、それは無理やろっていうか、あれ見た時にさ、うん、もうなんかドリフのさ、コント思い出せ、ね、なるほど。いやとかやってるし、 おばちゃん似合ってるやんみたいな。そうっすよね。あ、兄さんコメントが3件ほど来てるかもしれないですね、はい、読みましょうか、はい、はい、一度読んでください。あ、お兄ちゃんや、プーやね。犬井さん、なんでスーツって風呂入るわ。あ、犬井さん、なんでスーツかっていうのを答えたってください、はい、真面目に答えていいのか。いや、もう真面目に言ってください。いやいや、今日はちょっと商工会議所の、はい、あの青年部の総会がありまして、はいはいはい、真面目っすね。うん、ちょっとあの出席してきました。おお、もう青年部はもうネクタイ着用で、ね、キムだよ、キムかよ、キムだよ、キムだよ、キムかよ、キムかよって、キムかよね、はいはいはい、うん、あ、歌ってきましたね。あ、うん、あ、キムかよ歌ったりするんですね。うん、へ、国旗に向かって。あ、そうなんですか、すごいですね、なかなかすごいですね、硬いでしょ、ね、硬いですね、うん、そのまま来たわけですよ、もう大変ですね、はい、ね、いろいろこうあるんですよ、はい、大人の世界で、ね、そうです ね、大人の付き合いがね、はい、はい、そしたら一度 PV の方を見てもらいましょうか。そうですね、ね、
ね、待ってましたね。はい、待ってました。お願いします。さあ、泉さん、じゃあ、私がせず、紹介するの？あの、ボーカルがやってくれるんで、はい、あ、はい、それではいいですか？はい、いいですよ。僕たち2本目のミュージックビデオです。マイファミリー。しまってさてねくさいけど今そうあなたに不器用な僕から伝えるよ心から温かい食卓を囲んでたわいもない話が聞けて幸せを忘れちまうくらい幸せ味わえるからそう俺は願ってるから今言えることは今だけの心からありがとうさよなら
いや、そうだ。はい、マイファミリーの PV 見せてもらいましたけど、犬井さんどうでした？マイファミリーの方はこれ何回か見ました？もう何回か見ました。もう最高です。あ、結構なんだろう、あのそうね、最初あの街の雰囲気、うん、最初のなんかすごいサザエさんの、うん、なんか世界観みたいなのがなんか、おお、サザエさん意識してたの？いや、してないっすけど、あったかい家庭はありますよね。そう、なんかそういうなんか日本のなんか昭和のなんかこう家庭みたいな。でもマイファミリー自体こうあったかいところももちろんあるけど、その中に寂しさもあったりするやんか、絶対。うん、あ、そうですね。あ、コメントがこれ誰やろ、マタさん、マタって呼んでいいんだな、マタさん、マタさん、あ、またさんね、はい、マイファミリー MV 見ましたよ、みんな個性出てて楽しかったです。読み方っすよ。なんでそんな棒読みで読むんすか。マイカちゃん、早く見たいことこと、まだ見れてへんのかな。早く見ろ、早く早く、ぜひぜひご視聴ください。ことこと、ぜひぜひ。あ、みゆちゃん今日も家からありがとうございます。ありがとうございます。もうありがとうございます。いつもすいません、お疲れ様です。これはなんか NG テイクとか結構あったりしたん？いや、ありましたね。あったんや、うん、結構大変やったよな。結構大変やったな。なんか前の PV よりなんかと、なんていうの、大変やったな。前の PV だって1日で終わってたもんな。1日とかもうあれ半日ぐらいっすよ。半日ぐらいで終わって、もう永遠に演奏してるやつを、うんうん、いろいろカメラの角度を変えて撮ってた感じなんで、うん、はははは、なんかあれやったんすけど、なんか場所移動とかも大変やって、最後の大サビのところで河原に行くまでが、木津川かな、とかにも行ったりして。あー、そっかそっかそっか、最後のシーン、最後、そうですね。へー、まあでも基本は奈良町付近というか、あの辺で撮れて、どうすか、どういう。いや、あのサンシャインのさ、EV って、まあ、前回も言ったんですけど、なんか、すごい、なんか、まあ、コメディまでは いかないんだけど、なんかこう面白いとこはあるじゃない、こう撮り方とか、はいはいはい、あるんだけど、ちゃんと伝えるべきこうメッセージっていうのは、ちゃんとやっぱり、とりあえずなんか伝えてるのかなっていう印象がついて、で、なんかこう、かっこよくとか、綺麗にとか、って撮るのって、まあ、普通じゃないですか。やっぱファミリーとか、まあ家族がテーマであったりとか、はいはいはい、そういう、まあ、前の曲だったら、あの、切ない色だから、まあ、恋であったりとか、だから、こう、綺麗に表現するってのはダメなの、当たり前なんだけど、うんうんうん、それをなんかちょっとこう、おちゃらけじゃないけど、そういうの入れてても、ちゃんとその、コンセプトはちゃんと伝えられてるっていう風に、こう、作品が出来上がったとこが、すごいなと思ってて。あ、これ PV 撮影とかはいつも誰がこう指揮してるというか、こうテーマとか、まあ映像の割り方とか、あんなとかは誰が決めてんの？いや、もう全部撮影してくれてる。あ、もうスタッフ全部任せてんや。スタッフさんが、あ、そうか。あ、今マイカちゃんが、今日 iPad で大きい画面で見るって言って、家ついた。ありがとう、ありがとう、はい、みんな手振って、マイカさんに。なんだよ。最後のメイキング映像は、あれはなんで入れよう思ったの？ジャッキーチェーン意識。まあそうなんすかね。エンドロール。はい、エンドロール。エンドロール。ねえ。ワッキーあれ何回もやった。いや、ワッキーのランドセルが多分一番長かったんじゃないですか。あ、そうなん、何回すんねんみたいな。なんかその NG 集っていうのもなんか一本とか欲しいよね。あー、面白そうですね。意外に面白いかもしれない、そのサンシャインのこのキャラクターっていうか、そういう質のとこも見れて。あー、そうやね。
あのサプライズのお母さん役は犬さん一番お気に入りですか、やっぱ。なんかこうドリフターズのコントをあ思い出しますか。思い出しました。ドリフの、ね、コントすごい好きだったんで、子供の時でしょ、はい、もう8時台練習ぐらい毎週見てたんで。あ、そうなんですね。すごい好きだね。もうそういうイメージで、ね、あ、人形だね。あの人形は誰の発想やったの。あれもスタッフの人がやろうって言って、うん、はい、へえ、かわいいっすよね、うん、ね、ね、あれドリフでもやってましたよね、なんかね。ちょっと全部ドリフでお前をやめてもらった。ドリフかもしれない。いや、まあまあ、いや、マジでありましたもんね。へえ、なるほど、ドリフで。なんだっけ、ドリフの三度奉仕だっけ、なんかね、ありましたよね。へえ、はい、めっちゃ懐かしい。あ、じゃあそっちの年代の人らも懐かしいなと思える PV になってるかなと思って。ええ、うん、ことやな、それは。はい、ええこと。うん、まあ、ちょっと悪い。いやいやいや、でもなんかすごいサンシャワー感は出てますよね、うん、めっちゃ出てると思う。全然もう、そうですよね、うん、バッチシやで。いや、ほんとに前の PV とまた色が違うやん。ああ、そうですね、うん、だから全然いいと思う、普通に。ちょっと次回も考えたりしてるんで。もう次も考えてるの、うん、はい、はい、サンシャワーの悪巧みで。なんかいい意味で裏切ってほしい。あって。あ、そうかそうか。うん、次の、でも新曲も今ずっとな。な、そうなんですよ。でもな、夏にまたアルバムをレコ発するんで。うん、また日にちとかはね。何曲入りぐらいで考え。一応5曲なんすけど。うんうんうん、もう今 2,3 曲ぐらいは撮り終えてて、あ、って感じで、撮り終えてんやん、はい、まあ、曲の構成を今練ったりとか、ほうほうほう、いろいろもうレコーディングの日は決まってるんで、それまでに何ができるかみたいな作業で、まあ、ライブとか今減ってるんですけど、うん、その次の PV ももう考えてるっていうのは、うん、まだ時期とかは明かせへん感じかな。大体は明かせるんですけど、うん、まあ、でもなんかまあ前後するかもしれないんで、うん、まだちゃんと決まった時に言えたらいいかなと、うん、まだ次も楽しみだな、そうしたら、ね、そうですね、うん、まあ、でも次の PV どんな PV になるんですかね、分かんない、僕もちょっと分かんないんで、うん、僕らも楽しみですね、あー、そうやな。まあ楽しみながらやることが大事ですよ。あー、うん、そうですね、やっぱり自分たちがワクワクできないと、まあ、やってても絶対面白くないでしょうしね、うん、そうそう、うん、ほんまに。なんかいきなりこうふとやねんけど、なんかこう二人のその音楽のルーツ的なんてどんなバンドやったとかアーティストとかなんかある？え、自分が影響を受けたバンドってことですか？そう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 、うん、僕が初めて音楽ライブハウスに行った時、うん、が小学校6年生やったんですけど、小6でも行ってた。そうなんですよ、ブーが、うん、サプライズ伊藤が僕の5つ上なんで、うん、高校生の時に、うん、あー、そっかそっかそっか、やってて対バンとかで、うん、そのソウルビート兄さんとか、あー、今のが多分僕が初めてライブを見た人がソウルビートとかやったと思うんで、うん、こんなかっこいい人いんねやと思って、うん、あとスクラッチボックスとか、あー、僕まーちゃんさんが好きで、あ、まーちゃん好き、ほんまに好きでしたね。物思いふけてる。いや、そうですね。いや、ほんまに。で、ああいう風になりたいみたいな。ああ、小6でそれ思っててんや、ほんなら。そうなんすよ。すごいな。実現できたな、ほんならな。まあ、バンドをまさかすると思わなかったっすね。サッカーしてたんで、ずっと。ああ、そっかそっかそっか。スカちゃんは誰か、そういう音楽始めたきっかけって、スカちゃんはまた珍しいもんな。僕、珍しいですね、ほんまに。うん、でもなんか、中学とかはそういう時はもうみんなが知ってるようなオレンジレンジとか、あ、はいはい、そういうのめっちゃ聞いてて、で別に音楽やるとか全く思ってなかったんで、カラオケで全くなかった、全くなかったです、へ、僕はプロサッカー選手になるんだと思ってました、その時は。サッカー選手目指す塚田、めっちゃサッカー上手かったんですよ、僕ずっと言ってるんですけど、過去形やな。これはもう小学校の時はキャプテンで、ミカサ FC のキャプテン、ミカサの6、うん、
6年生を、6年生というか1、2、3、4、5、6年生を引っ張るキャプテンであって、うん、背はちっちゃいんですけど、うん、めちゃくちゃサッカー上手いんですよ、うん、いやいや、そんなことはそこまでです、普通です、そもそもできる。でも高校の時もね、西野京高校で1人だけ、うん、いや1人か2人ぐらいだけ3年生の試合で出て、うんうん、そうですね、それはありました。1年の時に1年の時に入って、うんうん、1ヶ月ぐらいにすぐ3年生のインターハイあったんですけど、うん、それいきなりゼロって言われて、そんなことはありました。すごいな。こんなにちっちゃいのに、うん、高校生ってなんかもうなんかがたい勝負みたいなとこあるじゃないですか、うん、でもそれでもこう選ばれるって相当うまいと思いません、うん、なんか気に入られやすいんですよ監督に。あ、そうなんですね、はい、まあ、そういうのがあって、うん、そうですね。あ、そうか、西野京はそんなでもめっちゃ強くなかった、ね、まあ強くはなかったけどね。あ、どうです、うん、ほんでその後に、その後に、うん、まっちゃんが、まっちゃんが言い出しました、ほんまに、うん、音楽もいろいろ出版も、うん、全部これ経由ですね。まっちゃん経由でいろいろ知って、うんうんうん、この曲、この曲入れみたいな。あ、僕はブーからこうね、来たもんがあってそれを塚田に流れてるっていう作業ですかね。ずっとこう流れ作業すね。流れ作業こんな聴いてる音楽も似てんの今。どうなんすかね、僕最近音楽聴いてないっす、全然。普段ははい。あ、ほんま全然聴かないっすね。逆にはい、これね、なんかコメント聞いてますよ。さっきのマイカちゃんが PV から最後のみんなが集まるシーンが、あー、あーいいよな、うん、あれはいいかもしれない。ここはでもメンバー内でもみんな気に入ってもんな。そうですね、まあ、これはえ、どこ、キズ動画キズ動画おマイカちゃんも何回も見てんねやろな、多分な。見てますね、絶対。何回ぐらい見てるんすかね、6回ぐらいですかね。いや、もっと見てるんじゃ、もう10回超えてるやろ。10回超えてるんすかね。すごい、素晴らしい。まあ、でもなんか僕も違うバンドの PV とかって、うん、めっちゃ見てまいますよね。おお、もうその曲の良さ、曲を、うん、曲だけはまず10回ぐらい聴くんですけど、うん、そこから映像にまた10回ぐらい見たりとかして、うん、なんかやっぱり PV っていいっすよね。なんかその世界観が出てもんな、バンドの色とかな、ね、見れば見るほどなんか、あ、こういうとこあんねやとか、うん、深いなとか、ね、やな。なんかさ、今ってさ、なんか DVD とかさ、うん、まあそういう動画、うん、あ、データやんか、うん、同じとこ何回も何回も見ても、うん、まあ一緒じゃない、うん、そしたらなんかビデオテープやね、うん、なんかほんで、うん、こうなんか練習するときにそこばっかり見えんねやんか、こうこの例えばバンドの練習するときに、おーアーティストのなしまい目にそこだけがこうなんか画面にこうざらついてきて、おあー再生しすぎて、そう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 なんかしまい目に見れんようになってさ、擦り切れるってことですか。なるほど、あー、なるほど、そこばっかり見てるから、そうそうそう、同じとこばっかり。あ、そんなこともあるんすね。昔はそう、カセットテープとかも気に入った曲とかだったらこうテープをこう何コピーっていうか、うん、ダビングしてもう一つ作っとかないとこればっかり聞くから。ちなみにそれはどのバンドやったんですか。あのね、あのミスタービッグのね、おビリーシーンの演奏してるところばっかり見てたの。ビリーシーン大好きですよ。大好き、ね、へえ、うん、へー、いろんな時代のいろんな音楽ありますもんね、うん。まあ今はそういうことないからね、何回見てもね。そうですね、ないですもんね、うん、あ、そうか、まあ、だから何回も聞いて、うん、勉強したらいいと思います。はいはいはい。今参考にしてるバンドとかいいの。参考にしてるバンドって大変やけど、好きなバンドですか、今の好きなバンド、うん、いや僕最近もう日本人、うん、昔はなんかマルーン5とか、うんうん、あ、はいはいはい、もう洋楽ばっかり聴いてたんですけど、うん、最近なんか日本人、うん、ファンキーモンキーベイビーズとか、うん、クスオとかを聴くようになってきて、うん、昔とか、うん、そうっすね、うん、めっちゃいいなと思って、うん、いいっすよね、うんうん、言うたらそれってあれやんな、今聴いた限り分かりやすい歌詞のアーティストっていうか、うん、そうっすね、まっすぐなメッセージ性のあるアーティストやんな、うん、そうっすね、うん、なんかアクアタイムズっぽいって言われてて、うん、あ、そうやなと思いながらも、アクアタイムズあんま知らなかったんですけど、うん、いざなんかツタヤに借りに行って聞いたら、うんうん、なんか
いいなと思って、改めてね。ふかちゃんは誰か好きなアーティストはいいな。好きな最近音楽聴かへん言うてるけど、そうですよね。でも僕はなんか、うん、今の僕らの年代のコーラって、うん、なんすかね、オーラルとかのバンドみたいな感じのジャンルの音楽好きな子多いじゃないですか。で、まあ僕も好きです、はい、僕も好きなんですよ、そっちの音楽を。あれ、なんていうジャンル好きなんやろな。ジャンル分けむずいな。わかんないですけど、なんすかね、今あれギターロックなんじゃないですか。ギターロック、オーラルとか、キューソン、ネコカミとか、ああ、はいはいはい、なんかよく名前聞きますね。よく聞くバンドいっぱいあるじゃないですか、めっちゃグッドモーニングアメリカとか、ああ、はいはいはい、めっちゃ人気なんで、その辺の音楽はよく聞いたりしますね。やっぱ今ってどんなん流行ってるんやろってめっちゃ気になるんで。そう、でも逆に今サンシャワーでやってる音楽とはまた全然別物なんやな。まぁ、ちょっとちゃいますかね。そうですね、みんないろんなん聞いてんねんな。はい、ユニさんは私ですか。最近聞いてるの。ミスタービッグ以外で。ミスタービッグ最近ね、あの、あ、そう、キラキラ。おー、キラキラ一回若くさんの時来てましたよね。そうそう、キラキラの、なんだっけ、友達なんだっけ、あのタイトル忘れちゃった。ベイベイベイダン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 ってやつですか。もちろんキッズもよく聞くし、サンショウが切ない後は、iPhone にも入ってた。聞いてるし、サンショウの、今でもまだ切ない後が一番か。切ない後ね、よく聞くのは一番ね。はいはいはい、まあ、ほんまそれが一番なんですかね。なんかポップな曲が好きなんだ。あれ聞きやすくて、あの分かりやすい曲調の、あれバラードですね。まあバラードもそうだし、まあそのアップテンポの曲でも、今サンシャワーってでも何の曲が最近なんか、そういやアンケートとか取ってへんやな。取ってないっすね。全然取ってないっすね。まあ、最初めっちゃ頑張ってたんだけど、なあ、今はなんか一番ファンからお気に入りの曲って言われるのはどんな曲？もうさよならグッバイでしかないですよね。ああ、やっぱ新曲が、そうですね、須藤さんも褒めてくれて、レイブゲートの、ああ、はいはいはい、いい、なんか今時のオーラルみたいな曲やってるじゃん、ね、みたいな感じ、今時のじゃんって、須藤さんの前でライブやったのは久しぶりやもんな。あの11月の多分ワンマンぶりぐらいなんすかね。そうやな、評価的にはどうやったん。まあ、演奏のことよりもなんか、もうほんま見てて、サンシャワーをパッと見たときに楽しそうすぎて、見てるみんなが笑顔になってたから、そういう意味では良かったし、結構須藤さん、僕のお兄さんの作る曲結構評価してくれるんで、やっぱ曲もいいしねみたいな感じですかね。曲もいいしねって、はい、あ、そうか、見てます。コメントが、まあ、マイカちゃんかな、何回かな、気づいたら見てます、今日は授業中見てましたよ。授業中に見てたんや。授業中にも見てくれてんねや、ありがとう。ちゃんと勉強せなあかんね、そうっすね、大学生ですもんね。またさんから、僕は遠回りのシンプルなリフトがすごい好きです、お、遠回り好きな人好きです。遠回りね。なんかあのキッズのハヤト君も遠回りめっちゃええみたいな感じで言ってくれてるんですよ。でマイファミリーと遠回りが一緒の曲なんですけど、マイファミリーにみんな聴い取られすぎて遠回りの評価とかあんま聞かないんですけど、もうハヤト君はあれライブでやった方がええよみたいな。ライブでもやってんやろ。もちろん、いや、あんまやってないですよね。へー、やってないですね。なんかいろいろ
ギター一本でやるのは難しいみたいで、遠回り感が出せないというか。でも普段同期でやってるやんか。同期というか、ギターが単純に2本欲しいんですかね。もう1本重ねたらあかんの。なんか同期にギターを重ねるっていうこと自体が、あんまり部的には、あー、いらんねや。同期にギターを重ねる、同期にギターを流すというか、ギターを入れて、取っといて、取っといて流すのと、やっぱりアンプから出る音は違うってことね。なんか迫力が違うから、どうしても一回取ってやな、一回取りやんか、取って、その音を一回アンプにさ、リアンプって言って、アンプに出すのよ。ほんで、アンプにマイクを立てて、もう一回それを取り直すっていうやり方も。で、同期からマーシャルに行って、マーシャルから出るってことですか。だからあのね、一回やってみたら、リアンプって言って、ダイレクトボックスの逆のその発想なんだけど、そういうやり方はある。それってやっぱりアンプから出た音になるんですか。アンプから出たの。へえ。そういうのも、でもそれはすごいですね。そういうのもある。ってことはアンプ2台いるってことですか。そういうテクニックもある。キャビ2ついるってことですか。ん、アンプが2台いるっていうことか。いや、アンプいない。だからそれを取るから、そうか、それで別に1台でいけんね。要はだからギターをそのまま、要は多分アンプシミュレーターとかで取ったら、いや、音が痩せちゃっていらんとか、そういうことだよね。一回それ今度試してみた、まあ一回ちょっと、本人と話してみないと分かんないけどね、詳しくは。ぜひぜひ。そしてもう番組も50分経ちまして、早っ。今日もたくさんの人が見てくれてますが、感謝は、次の、ライブはいつ決まってんやろ。5月29日ですね。5月の29日、それまではもうゴールデンウィークとかも何もやらへんの。ライブもうとりあえずレコーディングとか、時間使って。しかも5月29日にはちょっとアコースティック編成でやろうかなと、坂ミューズで、ちょっとサンシャワーのワルダー組があって。アコースティックは今までナロファミリーで1回やっただけやもんな、確か。そうですね、もうこれからちょっとパンチの効いたことをやっていこうかなと思って、路上でもこいつらなんやって思わせるようなことをやって、修行しようかなと考えているところです。あ、マジか。なに、江坂ミューズのメンツとかはもう決まってんの。いや、全く聞いてないですね。でもアコースティックイベントにするとは、フロアライブみたいな感じで、ステージを使わずにやるとは聞いてるんですけど。あ、ステージを使わんと。そうっすね。それはでも見たことないな、そういうのな、江坂では。なんかコメントが、それさっき、それさっきやったやつ、リフが好き。もう一回かぶせてね。じんさん、5月29日、三者は見に行けそうですか。5月29日ですか。はい。何曜日だろう。何曜日でしたっけ。曜日は何曜日やろう。火曜とかじゃなくて、ね、火曜とかその辺やったと思います、多分。ああ、平日か。はい、平日ですね。難しいな。難しいですか。東京行ってる可能性もありますもんね。ああ、そっか。そう、火曜日はな、多分。そして今舞香ちゃんが桜空と片思いが好きと。おう、これは別格です。別格ですと。嬉しいこと言ってくれてるやんか。いや、嬉しいですね。これは桜空と片思い、これはどういうイメージの曲なの。とりあえずなんか3月の卒業シーズン、高校生卒業とかに向けて作りたいなっていうのをもう今年入ってからぐらいに決まってて、でなんかいろいろ試行錯誤して出した歌なんですけど、どういうイメージですか。聞くなや俺に。どういうイメージなんですかね。あれやろ。まあでもなんか僕からしたら切ない感じなんですけどね。あー、ふかちゃんは歌っててどういう。なんかあの幼馴染のストーリーみたいな感じで、その女の子がその幼馴染のこと好きやけど届きそうで届かんみたいな。なんか曲は結構キャッチーで、
ポップな感じなんですけど、意外にちゃんと聴いてみたら結構切ない感じで、あ、いつも絶対切なさを交えるよね。そうですね、曲なんかそんな感じですね。なるほど、ブーがそんな感じなんかな。そうですね、結構切ないんじゃないですかね。切ないかな、あいつ普段結婚したのにね、うん、切ないですかね。あ、そう、ブーの結婚したしましたもんね。そうそうそう、忘れました。サプライズのブーがね、そうなんですよ、ね、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。みぬいさんから何かメッセージいただけたら、ね、嫁さんも知ってますよね、みぬいさん。あったじゃない、何年も会ってますもんね、うん、はい、ちょっとハイテーション気味でお願いしてもいいですか。はい、結婚おめでとうございます。まあ末永くお幸せにって当たり前やな。お決まり文句やな。はい、そうですね、はいはい、こんなところで、あ、終わりで、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、マイカちゃんが路上なら京都でやってください。京都、でも京都とか大阪とかほんまに行っていいんじゃん。なんかそういうところって、うん、ね、なあ、京都とかやってるとこ見たことありますし、ね、うん、最初ライブとかは京都でやって、実は京都でやったことないですよね、ライブを。そうですね、まだないんか。そうなんですよ、僕京都でやりたいんですよ。行く行くや、今度京都の。じゃあ、塚ちゃん大学、僕大学京都なんでね。あ、じゃあ、京都大学、京都大学、京都産業、京都産業大学です。そんなに賢くありません。はい、ね、まあ、そしたらまたこれから路上とか、あと5月29日の、はい、ライブもしっかり頑張ってください。はい、ということで、伊人さんも最後の締めと、言っていきましょうか。ちょっと私も一つ、ああ、なんかあるんですか、宣伝が。はい、ね、画像付きなんですけどね。あ、画像付きで、はい、明日なんですけど、はいはいはい、イトーヨーカドーの4階のイベント広場の前にビッグさんっていう、はい、CD ショップがあるんですけども、はい、あそこで奈良県奈良市一日明日店員をさせてもらうんで、もちろん店の方もですね、奈良市の専用のコーナーを作っていただいて、はい、13時、時間はね、はい、13時30分、うん、で2回目が15時30分、はいはい、奈良市が店員で店の方に現れるんで、はいはいはい、もしよかったら時間のある方は遊びに来てください。現在はカメラ見てます、画面が、はい、そうですよね、はい、そうですよね、そうですよね、はい、なんかね、はい、そうなんですよね。はい、買いますね、はい、画面をね、画面戻してみましょう。そしたら、今日の締めと、はい、来週は、来週は何日でしたっけ、水本くん、いやいや、まだその次の週だ。水本くん、その次の来週も、まあ、決まるんや、はい、まだ来週は、まだ後々、ツイッターとかで、そうですね、ゲストはちょっと、はい、後々告知したいと思います。はい、はい、今週もゲストで、ね、サンシャワサプライズのまっちゃんとボーカルのスカちゃんが遊びに来てくれて、楽しい話を聞かせていただきました。それでは今週もバッチリだぜー。